クラース・フレドリック・ホルンシュテットは、スウェーデンの博物学者、医師である。ツンベルクのノバ・ゲネラ・プランターラムに、ホルンシュテットが描いた、ズ・ハンディン・シェー・エッピングに生まれた。父親は、国会議員、市長を務めた人物で、祖父も議員を務めた。地元の高校で学んだ後、ウップサラ大学で学び、1780年に、進学の学位、翌年哲学の学位を受けた。 自然科学に興味を持ち、動植物の収集旅行に参加した。ウップサラ大学の学長は日本などで動植物を収集して帰った、博物学者のカールツンベルクが務めていた。1781年にツンベルクのコレクションに関する論文を書いた。1783年にツンベルクの助言で、スウェーデン東インド会社の船、ソフィア・マグダレーナでバタビアに渡り、 様々な動植物や民族学的資料の収集を行った。マレー語や中国語も学び、手紙ではヨーロッパ人の生活様式と浪費的なスタイルに不快感を示したことを示している。中国服着、中国の食事を食べ、中華街をしばしば訪れた。1784年8月に熱帯病を患い、バタビアから離れた。博物学標本の他に、 ホリュンシュテットは在日オランダ省官庁、イサーク・ティチングから入手した新究極秘書の図版が持ち帰った。帰国の途中、ケープ植民地でも採集を行った後、1785年にヨーロッパに戻った。当時スウェーデン寮だったグライフスバルトの大学で医学の博士号を得て、1787年にリン・シェーピングの自然史博物館の学芸員として働いた。 1796年に、スウェーデン海軍に招集され、ヘルシンキのスオメンリンナの要塞に駐在し、1808年に、第二次ロシアスウェーデン戦争で、フィンランド中流のスウェーデン兵は降伏し、ホルンシュテットもロシア軍の捕虜となった。ロシアの砦で医師として働くが翌年を防止した。生姜科の植物の俗名、ホーンステット社に懸命されている。ノヴァ・ゲネラ・プランターラム。 クオーラムパルテームプライマム、プリーゼズキャロル、ピートゥーンベリ、イレスポンデンズ、クラウディウス FR、ホーンステッド、エットマン、アップサラ1782、W ・ミヒエル、P117 ホルティシモ、ホーンストは、植物の学名で命名者を示す場合に、クラースフレドリック・ホルンシュテッドを示すのに使われる。ありがとうございます。